Now move on to the duel between the third and fourth rankers. Going first are the fourth ranked skaters. Representing Lithuania, Margarita Drobiazko and Pomelas Vanagas. 1対1で戦うアイスダンスのファイナル3位決定戦です。オリジナルダンスフリーダンス終わって4位です。1回目のフリーダンスでドロビアズコが転倒して順位を下げてしまいました。タンゴメドレー、速い動きにメリハリがあります。去年の6月に結婚した夫婦です。非常に情感あふれる演技、サーキュラーステップ、上半身の見せ方には定評のあるカップルです。去年の世界選手権の銅メダリスト、得意のスピンからリフト、1回目はこのダイアゴナルステップ転倒してしまったが、見せました、大丈夫です。日本に多くのファンを持っているリトアニア、マルガリータ・ドロビアズコ・ポビラス・バナガス。やはりあの雰囲気の、ね、作り方というのは非常に上手だと思います。そうですね、思わず引き込まれてしまいます。
それと、プログラムの中で、右回りのカーブ、左回りのカーブをですね、非常に複雑に組み入れてきていて、なかなか凝ったプログラム作りになってました。ただ、その中でですね、最後本当に終盤の1分を切ってからですね、リズムが少しずつずれてたんですね。でそれが修正しきれないままにエンディングを迎えてしまったといったところで、ちょっとジャッジに対しては最後の締めくくりがね、うまくいかない印象を与えてしまったんじゃないかと思います。去年の12月旭川での NHK 杯にもやってきましたが、その時もちょっとジャッジの前でアピールできなかった面がありました。多くの花束をもらいました。リトアニア国内の大会ではもう10年連続して優勝しているこの2人。先日1月に行われましたヨーロッパ選手権では4位とメダルを逃しています。テクニカルメリットです。リトアニアのジャッジは 5.8 を出しています。5.6 5.6 そして 5.7 なかなか高い得点ですね。そうですね、やはり複雑な動きが、ね、評価されていると思います。プレゼンテーションもいい得点です。これやはり雰囲気作りの上手さというところが反映してますね。そうですね、リトアニアのドロビアズコ・バナガス。